性器徹底解剖大陰唇って何？元神チャンネルではこれまでも、女性器についてですね、その小陰唇とか、クリトリスとか、いろんな、女性器の解説動画っていうのを出してきたんですけれども、意外と好評でして、男性の皆さん、その女性器の構造についての、ご興味っていうのは非常に終わりだと思いますので、今回はですね、それに続きまして、今回大陰唇の、解説ということでちょっとお送りしていきたいなと思います。はい、女性器にもいろいろな部位があると思うのですが、今回はちょっとそこに絞ってですね、先生にちょっといろいろと解説をしていただきたいなと思うんですけれども、まずこの大陰唇とは何かというところからちょっとお願いしたいと思うんですが、大陰唇の場所ですよね。大陰唇は一番外側です。はい、ここですね。しました。でも正式名称は私ここで働いてから知りました。そうなの？それまだ何て呼んでるの？確かに。だって小陰唇はこうビラビラとかって言ったりする。ぷくっとしたところ。ぷくっとしたところ。でも確かにここはビラビラっていう人が多いんです。でもここの呼び方知らない人いるんじゃないですかね。大陰唇って言いますかね、一般の方。女性が大陰唇とか言ってる聞いたことない。会話に出てこないもん、大陰唇。知らないんですよ。ボリッとしてるところはね。外側とかぷくっとした。で、実はこの過去の動画の中で、この大陰唇は男性の玉袋と同じと。いうことをおっしゃっていたと思うんですけど、はい、そうです。これはどういう意味合いですかね、その玉袋と。陰嚢ですね。陰嚢とその発生学的に一緒なんですね。精子が泳いできて卵に合体します、で数日すると2つに分かれて4つに分かれて、どんどん倍々で分かれていく。そこからこう骨状になって、骨状になるところも一緒なんですけど、徐々にこの外生殖器、外側の生殖器が変わっていくんですけども、最終的には男はこう左右は合体するんですよね。女性は合体せずにくぼみができるんですよね。簡単に言うと、だからペニスの裏筋にこう線があるじゃないですか、あれは左右が合体した線なんですよね。なるほど。左右合体して縫合された線、言ってしまえば、合体せずに終わったのが女性です。左右が卵もちょうど真ん中に線あると思うんですけど、それが合体せずに終わった残りがこの大陰唇です。ああ、なるほど。体が作られていく時のこうつながるところが、男性と女性がの違いっていうことですね。違いですね。なるほど、なるほど。発生学って言います。それ医学、そういう勉強があるんです。発生学の教科書こんなに太くて、それ全部やらされるんですよ、医学生は。ほとんど覚えてないです。めちゃくちゃ難しいです。ああ、そうです。めちゃくちゃ難しいです。じゃあこの、大陰唇についてなんですけれども、これ構造的にはどういう部分なんでしょうか、これは。大陰唇はその、構造的には皮膚の下に脂肪があるだけですね。なんで、そんなに複雑な構造はしてないんです。なるほど。陰嚢の方がすごい複雑な構造をしてまして、陰嚢は男の玉ですね、中に精巣が大切なものを守っているので、筋膜があったりいろいろ構造があるんですけども、大陰唇に関してはその辺が省略されてて、皮膚の下はもう脂肪しかないんです。じゃあもう単純にその脂肪があるだけなんですね。ただ、男性の中でもですね、こう陰嚢をこう舐められるとね、こうプロプロされると気持ちいい方いると言いましたよね。嫌な人もいませんか？チンキックと同じで、たまに圧がかかると痛いからなるほど、優しく扱わないですね。ただ優しく扱ってる分に関しては、大抵の男は気持ちいいんじゃないかと僕は推測してるんですけど、どうでしょうか、伊藤さん。強くすると気持ち悪いって思いますよね、きっと。そう、なんか大事な部分だと思うんで、なんかあんまりなんか強力なことをやったことはない。強力なことやっちゃいけないけど、ね、皮膚の、触覚的には非常にセンサーが、そういう神経終末が多いので、感じやすい部位ではあるんですよ、その陰嚢にしても、この大陰唇にしても、女性も。じゃ、なのでどうでしょうか、伊藤さん、気持ちいいんじゃないですかね。気になるんですけど、毛が生える部分じゃないですか、脱毛していない方って。だから毛が生えてる部分なんで大事な部分だなとは思ってたんですけど、何に大事なんだろうと思ってました。
ああでも守ってるじゃん、結局中を守ってる、はい、ああなるほど、外側、そうそう、そういう役割的なものを、はい、機能的な面で言うと、うん、あの膣とか、うん、より大事な商品品とか、うん、クリトリスを守ってあげてる、ここが大切だから、うん、それの守りなんですね、なるほど、なので柔らかい、ちょっと脂肪が多めで柔らかいんですよ、モリッとしてるんですね。でここはあの話それましたけど、ここ気持ちいいんでしょうか。すごいうまくなったなって思ってたんですけど、流せてなかったですね、うん、感覚はあると思います。あ、脱毛するときってそこってやっぱ痛いんですか。まあ痛いですよね、きっと。気持ちいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。あのしつこい。きっと男性がここを気持ちいいんじゃないか、結構ここに夢中になってます、はいはいはい、だからここの刺激って重要視されてきてなかったから、うん、女性が気づきにくいかもしれないです。実はここ気持ちいいんだみたいな。あ、うん、そうだよね。なんでこれからだと思います。これからこれから。先生、過去にこのクリトリス、うん、まあ、輪郭体とか、はい、輪郭脚とか、はい、っていうところを踏まえると、なんかこう擦るとよりいいんじゃないか、はい、女性側がですね、はいはい、っていう風な話はあったんですけど、それって大妊娠の部分で関係ありますか。まあそうですね、この下ぐらいに輪郭脚がこう隠れてますよね、中に、中に、だから全体的に圧をかけるといいですよね。あ、うん、なんかあんまりこう、うん、そうそう、もう分かんないけど、なんかここをこうつまむというか、つまむというか、あの多分ここの表面の刺激で気持ちいいんじゃなくて、うん、この奥の方だと思います。あ、そうそう、確かに、すごい、そうなんですね。すごい繋いでないそっか、そうなんだと思って、隠れてるのかって、ここに あの輪郭のキュリドリスの足っていうのがあるから、中にね、はいはいはい、ここを思いっきり圧をかけるといいかもしれない、うん、なるほど。ここの表面の刺激じゃないってことですよね、うん、あ、はいはい、この奥めがけてっていうことですよね、うん、さするとかよりも押じゃないと思います。押すみたいな、押す感じ、押す感じ、まあいろいろ試すしかないよね。あ、なるほど、なるほど。女性も気づいてない方多いですよね、うんうん、他の、ま、チャンネルの動画とかでも、ま、こういう大妊娠に取り上げてる動画とかちょくちょくあるんですけれども、はい、その中で、この大妊娠のそのサイズとかその形の個人差についてっていうところがあったんですけど、これなんか加齢とともにその本来であれば柔らかい部分が徐々に弾力性がなくなり、なんかこう大妊娠自体がこうしぼんでいくようなこととかいうことの話あったんですけど、これは実際どうなんですか。その通りです。でこれ僕は美容整形やってますから、あのそういう手術あります。たるんじゃった皮膚を切開して引き締めてあげるとか、あるいは脂肪注入したり、まあ、ヒアルロン酸を入れてふっくらさせるとかあります。いわゆるモリマン。あ、ここが大きいのってモリマンっていうの。私こっちだと思ってました。こっちだよね、まあ、こっち、あの恥骨がこう膨らんでる状態をモリマンって一般的に言うけど、はい、まあ、一部ネットではここの膨らみもモリマンっていう、うん、なるほど、話もあって、うん、まあ、モリマンにしたい場合、ここをモリってさせたい、はいはい、させることもできますし、うん、まあ、逆に皮膚がダルダルになっちゃった場合はそこを切除して、はい、やる美容整形手術も、あの私やっております。そう、ダルダルになるまでしぼんじゃうこともあるってことなんですね、はい、あります、全然あると思います、はい、ああそうなんですね。じゃあやっぱり年齢、若い方と年齢を重ねていってる方だと、はい、やっぱり全然違うもんなんですかね、その見た目的な部分とかその大きさとか。高齢の方はやっぱりシワとか寄ってますよね、うん、痩せてますよね、うん、なるほど、痩せてます、うん、はい、そう、この張りがないね、やっぱり一番は。これも盛りまんじゃないんだよね、盛りっとしないんだよね。なるほど、なるほど、うん、これ女性的にはどうなんですか、そういうなんかこの張り具合というか、そこがちょっとしぼんできたなとかってなんか気になったりすることあるんですか。自覚も出てくるのと、うん、あと私の周りも結構みんな脱毛してるんで、うん、脱毛すると痩せてきたのがすごい見えちゃうんですね、分かっちゃうんですよね、はいはいはい、なのでここをプリッとアンチエイジングする治療がこの脱毛の流行りの後に来るって思ってました。へえ、そうなんだ。いや確かにこう、まあ、下着でここはもちろん隠すけど、要するに正面から鏡見た時にちょっと出るよね。そう、痩せてる痩せてるとなるな
タレが出るよね、はいはい、なのでプリッと引き締まってると全然気にお尻の一部みたいな感じ気にならないけど、はい、そこがこう四角っぽくなってるよね、うん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 、はちょっと悲しくなってくるので、うん、そっかそっか、うん、ヒアルロン酸とかいいなと思ってます、うんうん、じゃあまあやっぱ女性も気にする部分ではあるわけですね、うんはいうん、あとはもう一つがこの色の違いという部分なんですけど、うん、これは個人差はやっぱあるんですかね、この色に関しては。まあ色は基本的にはまあ黒ずみがあるところですよね、うんうん、気にならないですか男性は女性の黒ずみ。いや大妊娠に関してはそういうもんだ、ね、あんまり目がいかないからもっと中に夢中になっててそうだからですよ、ね、気持ちいいって気づかないの。ああそっかそっか、あんまり意識向いてなかったのかもしれない、うん、そうなんですね皆さん、うん、この色まではあんま気にしないんじゃないかな、うん、よくこう黒ずん、まあ、黒いとなんかちょっと遊んでるみたいな、うん、なんか印象を持たれるみたいなことも言われますけれども、うん、女性は逆にそういうのを気にしたりするんですか、色に関しては。多分女性の方が気にしてるので、うん、気にしてないとおっしゃってたのでよかったなって思ってでも脱毛するとだいぶトーンアップしますし、毛がないっていうだけで、はいはい、あうんまあ、乳首もそうですけど女性のエストロゲンの影響で黒ずんじゃうんですよね、はい、なるほど成長すると、うんまあ、これ年齢とともにですね、しょうがないです、はい、今の話をまあ踏まえると、まあ、男性も大妊娠に関してはもうちょっと意識すべきって感じですか、はい、まあそうです、男性が自分がこうちょっと玉をこう舐められて気持ちいいって思うなら、うん、女性にもやってあげると喜ぶかもしれないっていう、うんはいまあ、ただし玉は、ね、力に弱いですけど、ねうん、玉が痛いので痛くなっちゃうので、はい、女性のところは何にもないし、むしろその下にクリトリスの一部が隠れているので、はい、ちょっと強くやってあげてもいいかもしれませんね、うん、撫でるよりも、まあ、ちょっと圧をかけると圧をかけながらいう伊藤さんのちょっと意見も取り入れながら、うんはい、皆さん意識していただけるといいかなというところですね、はい、では、今回はですね、女性器徹底解剖、大妊娠とは何かということでお話ししていきました、面白かった方、参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。